最初はピーパーはロシアン。 に制裁ということで、はい、実はワールドカップに出るチャンスもあったんですよ、はい、で予選プレーオフも残ってたんです、はい、でウクライナも残ってたんです、はい、ところがあのロシアが侵攻したということで、はい、フィファはそこでホームでの試合はさせないっていう制裁をまず下したんです。ところが予選自体はウェファーというヨーロッパが仕切、はい、ってやってるもんでヨーロッパはもう参加させないというもっと厳しい制裁になりました、ね、まあこれが本当にいいことなのかやはりスポーツと政治はわ やるべきだっていう基本的な考えの中でそういうふうに踏み切った、まあ、ヨーロッパのさまざまな歴史的な事情があってのことだとは思いますがロシアはこのワールドカップの予選途中から出れなくなりました。